茶漬けサバリエラのおじちゃんです。こんにちは。今日はですね、主人公はトロンボーン奏者ですね。お待ちください。はい、始まりました。今日いいですね。最初トロンボーンが入りましたね。バルブトロンボーンなんですが、今日はボブ・ブルックマイヤーが主人公で、このクールなテナーサックス、これはですねポール・キンシェットですね。いいですね。バイス・プレスと言われたレスター・ヤングに似てるので、はい、今日お届けするレコーダーこちらですね。ボブ・ブルックマイヤーの「カンザス・シティ・リビリティ」という曲、タイトルです。それで今お届けしている曲目はですね「ブルー・アンド・センティメンタル」というカウント・ベイシーを作った曲ですね。はい、それでですね、もう次々と揃い人が出てきます。テナーサックスでもう一人アルコーンが出てきます。それからピアノはナット・ピアス、このピアノがいいんですね。それでこのレコードにはですねシンガーが入ってるんですね。ビッグ・ミラーというこの曲には入ってません。他の曲で歌ってます。それとあとそうですね、ギターはジム・ホール。やはり何かとジム・ホールがこういったセッションに入ってきますね。まあボブ・ブルックマイヤーがいるからなんですけれども、あとそうですね、アート・ファーマーの弟のベースでアリソン・ファーマーとかですね、あとベースじゃない、ドラムスオシー・ジョンソン。これ A 面3曲 B 面3曲なんですが、なんともこちらがなんか非常に心地よく聴けるアルバムなんですね。非常に高アルバムですね。はい、ジャケットもいいですよね。非常にこれブルックマイヤーですね。バスの横のこのサイドミラー、ここにブルックマイヤーの横顔がここに出てましたね。ここら辺がなかなか憎いですね。これアメリカなので、このクレジットにも書いてありますけど、このバスはグレーハウンド、全米を走ってるバスですね。なんですね。はい。大名盤というわけではないですけれども、こういったまあなんて言いますか、中間派っぽい。かといって、ポール・キンシェットなんか聞くとクールでいいなとかですね、もういろんな要素が入った素敵なレコードです。ぜひどこかでお見かけになったらですね、高くないのでどうぞ買ってください。はい、それでユナイテッド・アーティストというレーベルなんですけど、ユナイテッド・アーティスト・レッドという、まあ、レコード部門のレーベルは非常にこの見逃せないアルバムが結構多いですね。はい、ですので私はユナイテッド・アーティストこのマークを見ると必ずグッと止まってですね、よくクレジットとかですね見ることにしてます。はい、ではあとまだちょっと続きますけども、ぜひ聞いてください。バリレラのお茶でした。じゃざいよ。